こんにちは。では、はじめに問題の内容を確認しておきます。図の平行四辺形 ABCD において、EF は AB と DC に平行です。GH は AD と BC に平行です。AE 対 ED が1対2。全体の面積が66平方センチメートル。三角形 BDI、ここですね。ここの面積が7平方センチメートルのとき、AG 対 GB。こことここの長さの比、これをできるだけ簡単な整数の比で表してください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。さあ考えていきましょう。聞かれていること、AG と GB ですね。長さの比を求めてください。こことここの長さの比ですね。この長さの比を求めてください。こういう問題です。長さの比を求める問題とは一般的には相似形とかを使ったりするんですけども、この図の中に相似形、ぱっと見当たりませんよね。今回相似じゃなくて、面積比を使っていきます。もちろん、こことここの比を出したいんだったら、一番簡単なのはこの平行四辺形とこの平行四辺形ですね。これとこれの面積比が簡単に出てくれば、AG と GB の長さの比が出てきます。さあ、どういうふうに考えていくかなんですけれども、今分かっている面積。全体が66ですね。それと三角形 BDI です。こういうふうに平行四辺形の中にある三角形ですね。結構よく出てきます。今回はこの三角形と全体の面積ですね。これとを比べれるような形。まずこれ考えていきます。これを含んで面積の分かる三角形ですね。三角形 ABD です。全体の半分ですね。66平方センチの半分だから33平方センチメートルです。これを含んで33だから、半分からこれを引いた形。これですね。ここの部分が26になります。ただこの形、このままだったらまたちょっといびつです。これを2つに分けて考えやすい形ですよね。AI で分けて考えてあげましょう。さあどうでしょう。この形でこことここに分けましたけれども、この部分、1対2を使ったらここの部分の面積出てきますよね。まずは1対2でここ分けます。66平方センチメートルを1対2に分けたうちの1の部分ですね。22平方センチメートル。これがこの四角形、平行四辺形ですね。この面積になります。じゃあこの部分はっていうと、これ平行四辺形のこことここが一緒、こことここが一緒っていうことで半分になりますね。22平方センチの半分だから、ここの面積11平方センチです。っていうことは、7と11と、ここ足して全体の半分、33になるわけですね。ということは、33から7と11、18引きます。ここの面積が15平方センチメートルってわかりますよね。今、ここの面積出すときに、この平行四辺形の半分だって言いましたよね。ここの面積についても、平行四辺形 AGHD、これの半分になるわけですね。だから、平行四辺形 AGHD の面積、この2倍、15の2倍で30平方センチメートルになります。もうわかりますよね。ここの平行四辺形は全体66から30引いて36平方センチメートルになりますね。じゃあ最初言ったように、これとこれの長さの比ですね。こことここの面積比になりますから30対36。5対6。こういう風に出すことができますね。小学生でよく間違える例で、こことここの長さの比を、この三角形とこの三角形の面積の比、これごっちゃにしてしまってる人います。ベンツ比だったら、ここからまっすぐ結んで、ここですね。ここでぶつかる線、ここ対ここが、これとこれの面積比ですね。AG と GB の比を出したかったら、G から伸びてる線ですね。このまっすぐの線で分ける図形、三角形なり長方形ですね。これで面積比べていかないといけないですね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。